藤原中丸は奈良時代の苦行。名は中丸、または中丸とも記される。順任朝以降は改正、改名し、藤原恵美を死活。左大臣、藤原む麻呂の次男。官位は小一位、大師。恵美大臣とも呼ばれた。文武天皇末年の慶運三年に、藤原南家の子祖である。 宇治原無知丸の次男として生まれる。生まれつき聡明鋭敏であり、大抵の書物は読破していた。また、大納言、安倍少なまろに算術を学び、優れた学祭を示した。宇ドネから大学尚常を経て、天平六年中五位下に序釈。天平九年天然頭の流行により、光明皇后の後ろ盾として、 政権を担っていた父のムチマロ当時の藤原房崎、藤原馬ま藤原マロのいわゆる藤原四兄弟が相次いで病死し、藤原氏の勢力は大きく後退する。代わって、光明皇后の異風警で、薬病化を交わした橘花諸警が、三義から一挙に大納言ついで右大臣に昇進して、国政を担うようになった。兄たちを次々と失った光明皇后は、 その不安から、聖武天皇へ、大仏建立を強く進めたとされる。また、天平十二年に、聖武天皇が、河内国大建軍の知識寺を訪ね、その寺のルシ舎那仏から、大いに影響を受けたという。この知識寺は、名が表す通り知識の肝人線によって建立された寺で、それは、東大寺成立の過程にも反映された。 天平11年中5以上、天平12年生5以上と立花処刑政権下で、中丸は順調に昇進し、天平13年中4位した民部教に助任される。また、同年4月に、河地国と摂津国が貴族を争っている川の包みの調査を、同年9月には、国刑に派遣されて人民への宅地の分配を行っている。 天平15年14以上参議に助任され、苦行に列する。天平18年式部教に転じる。式部教は、管理の選挙と効果を握る官職であり、中丸は、大幅な人事移動を行って、諸系の勢力をそぎ、自らの派閥を形成した。中丸は、おばにあたる、光明皇后の信任が厚く、いとこで皇太子だった安倍内親王とも良好な、関係にあった。 天平16年うるう1月11日、当時17歳の聖武天皇の第二王子、朝霞神皇が、南馬宮に、行刑の途上、桜井富宮で格刑になり、国刑に引き返すが、わずか2日後に皇居した。その死があまりにも急で不自然なところもあったことから、藤原中丸に毒殺されたという説も根強い。この後中丸は、 天平十八年十三位、天平二十年には肖像くらいと、急速な少女を続け、光明皇后の後ろ盾の下でその県勢は、左大臣、立花諸景ときっするようになった。田村大後水定地天平商法元年七月に、聖武天皇が上位して、安倍内親王が即位すると、中丸は、三議から中納言を経ずに、直接大納言に昇進。ついで、 光明皇后のために設けられた、守備中隊の礼と、中英大将を兼ねた。光明皇后と後権天皇の侵入を背景に、中丸は、政権と軍権の両方を掌握して、左大臣立花諸敬の権力を圧倒し、事実上の光明イコール、中丸体制が確立された。同年10月に、東大寺のルシャナ仏像の中蔵が完了する。 藤原麻呂自身も仏教に高い関心を示していたと言われ、仏教信仰に厚い光明皇太后を支援した。天平商法四年大仏海岸供養会が盛大に催され、その夜女帝は代理に帰らず、麻呂の指定である田村台に赴き、しばらくここを在所とした。後見天皇は、後年も平城家の修理を理由として、田村台に超登留したことから、 この邸宅は、田村宮とも呼ばれた。この頃の大上官では、中丸の上位に、外王子の立花諸径と実刑の藤原豊成が、左右の大臣として並んでいた。中丸は豊成を中傷しようと機会を伺っていたが、中丸をよく知ると豊成は乗ルスキを与えなかった。その一方で天平商法七歳には、処刑が朝廷を誹謗したとの密告があり、 聖武上皇はこれを許した者の,の処刑は恥じて、翌天平商法8歳に、左大臣を自官にした。同年、聖武上皇が崩御。一生により、同僧が皇太子に立てられた。しかし、翌天平商法9歳3月に、同僧は、喪中の不徳な行動が問題視されて、皇太子を廃され、仲間路の威中であった王用が立体視される。この王は、 中丸の創生した長男、魔獣の未亡人を秘としており、かねてより中丸の指定である、田村大に身を寄せる身の上であった。5月には、祖父の不人が着手した養老律令を施行するとともに、中丸は、死びない将に任ぜられ、大臣に準じる地位についた。こうした、中丸の対等に不満を持ったのが、立花処刑のこの奈良丸だった。交代支配率を受けて、 奈良マロは、大友小麻呂らと共に、中麻呂を殺害して、天武天皇の孫にあたる皇族を擁立する反乱を、企てるが、早くも、同年6月に、上等日立らの密告により計画が露見。奈良マロの一味は捕らえられ、443人が、処罰される、大事件となった。奈良マロと小麻呂をはじめ、新定擁立の候補者に、名が上がっていた。 同僧や気分王も捕獲され拷問を受けて、極死、反乱に関与したとして、右大臣、藤原と成も左遷された。これによって中丸は、大上官の主座につき、名実ともに最高権力者となった。天平法事2年8月に、後見天皇が上位して、応用が即位する。順人天皇を擁立した中丸は独自な政治を行うようになり、 中男と小帝の年齢繰り上げや、増用の半減、文民駆や、平準書の創設など、独自政策を進めるとともに、官名を東風に解消させる、東風政策を推進した。そして中丸自身は、王の蛾に認じられる。さらに、中丸の一家は生にエ美の二虹を付け加えられるとともに、中丸は、推し活の名を賜物組みされた。 また、抽選と推揮の権利も与えられ、藤原恵美家には死因を用いることが許された。この年、唐で、安氏の乱が起きたとの方が日本にもたらされると、中丸は、太財府をはじめ諸国の防備を厳にすることを命じる。天平法治3年には白木が、日本の施設に武霊を働いたとして、中丸は、白木性抜の準備をはじめさせた。軍百九十四隻。 兵士4万700人を動員する本格的な遠征計画が立てられるが、この遠征は、後の後見上皇と中丸との不安により、実行されずに終わる。天平法治4年中丸は、皇族以外で、初めて大使に任じられるが、同年孔明皇太后が崩御。皇太后の信任扱った中丸にとってこれが大きな打撃となる。さらにこの年には、 弟の妻呂も失っている。天平法治5年順任天皇と後見上皇を、大御国のホラグーに行行させ、党の制度に習って、ホラグーを、北宮とした。天平法治6年1月、中丸は、この真っ先を、表情塩焼きと共に参議に任じてたが、6月にはなお、倉、昭治を務めて中丸と上皇の間のパイプ役になっていた性質の、 藤原縁平を失い、続く7月と9月には、中丸の腹心から、犠牲官になった、三匹派マロと中納言、石川都志多も失って、中丸の政治的基盤は弱体化した。そこで中丸は12月には西君寺丸ロ、朝狩りと女性の藤原定帝を、石川都志多の弟の石川豊成と共に三議に、任じ同時に、 白壁王賛議を経ずに中納言に抜擢、中富の清麻呂も賛議に任じて、政権の補強を図った。しかし一年のうちに、近親者四名を賛議に任じた、中丸の人事はくすぶる、反対派に油を注ぐ結果となっていく。一方、この頃病になった、後見上皇は自分を看病した道教を側において、障愛するようになった。中呂は、 純任天皇を通じて、後見上皇に、道教との関係をいさめさせた。これが、後見上皇を激怒させ、上皇は出家して二になるとともに、天皇から大事、賞罰の大権を奪うことを宣言するが、これが実現したかどうかについては研究者の間でも、見解が分かれる。後見上皇の道教への調愛はさらに深まり、天平法治七年には、 道教を小相図とした。貢献上皇、同教と順任天皇、中丸との対立は深まり危機感を抱いた中丸は、天平法治八年自らを届ととく四期内三関、大見丹波張間東国平治氏に任じさらなる軍事力の掌握を企てる。しかし、無本の密告があり、上皇方に先手を打たれて、天皇のもとにあるべき御事や駅霊を奪われると、中丸は、 平城剣を脱出する。この新家値が国司を務めていた、越前国に入り再起を図るが、官軍に阻まれて失敗。中丸は、大見国高島軍の賛美で最後の抵抗をするが、官軍に攻められて敗北する。敗れた中丸は、祭祀と琵琶湖に船を出してなおも逃れようとするが、官兵関、村石立に捕らえられて残首された。去年59。 わずか一週間前には、完全に軍権を把握して、勢いをたる状態だったが、将棋倒しのように不運な敗戦と誤算が、相次ぎ急転直下の滅亡となった。中間の一族はことごとく殺されたが、六尾のスリオスは死刑を免れて、お帰国へのる罪となり、後に許されて、官武天皇の時代に、大学頭や、恩名頭を歴任している。 また、十一万と伝わる徳一も処刑されず、東大寺に預けられて出家し、後に、筑波山地足院中禅寺の解散となり、やがて、最長や空海の論敵としてその名を馳せることになる。神保慶雲二年五月、その越前国の伝寺二百丁が、娘婿の藤原お立の伝寺百丁と共に、西隆寺へ舎された。 中丸の滅亡によって彼が推進してきた政策は、官名の東風解消こそは廃されて旧姓に戻されたものの、養老率量をはじめとする先進的な政策の多くは一部修正を加えられながらもその後の政権によって継続されていくことになる。中期のないものは、俗に本気による。ありがとうございます。